はい、今回はインターナショナルクラウン3日目の結果について語っていきたいと思います。対戦相手は韓国、日本チームは苦戦を強いられました。まずは畑岡奈紗選手と古江彩佳選手のペアについて、対戦相手は韓国のチェ・ヘジン選手とチョン・インジ選手、 3&1 で敗戦という結果になりました。1番ホールで韓国に先制され、2番ホールでは古江彩佳選手がバーディーで取り戻すも、3番ホールで再びリードを奪われます。そこからずっとワンダウンの状態が続き、14番ホールではチョン・インジ選手にバーディーを取られ2ダウンに、なかなか取り戻せないまま17番ホールで決着がつきました。そして笹生優花選手と渋野日向子選手のペアについて、対戦相手は韓国のコ・ジンヨン選手とキム・ヒョージュ選手、3&2で敗戦という結果になりました。2番ホールで韓国に先制され、8番ホール、9番ホール、10番ホールと3連続で取られて4ダウンに、11番ホールで笹生優花選手がバーディーを取って1つ取り戻し3ダウンとします。ドーミーホールとなった16番ホールでは笹生優花選手が2打目をベタピンにつけるショットで応戦をしていくのですが、その見せ場を奪うかのように渋野日向子選手がロングパットを決めてバーディー。これには2人も大笑いで笑顔を見せていましたね。さすが渋野日向子選手、最後の見せ場はちゃっかりとさらっていきましたね。そしてこういう良いプレーがもうちょっと早くに見たかった感じですね。結果的には16番ホールで韓国もバーディーを取り、このホールで決着がつきます。日本は3日目韓国との対戦で2敗となり、トータルで5敗1引き分けで 0.5 ポイントとなりました。韓国チームは世界ランキング上位の選手が集まっている強豪チーム、準決勝進出は確実なのではと思っていたのですが、まさかの初日と2日目で全敗をしています。さすがに韓国としても3日目は負けていられないということで、本来の強さを発揮してきましたね。それでも日本チームとしてはせめて1勝1敗くらいの引き分けには持ち込んでほしかったのですが、悔しい結果となってしまいました。2年後にまた国別対抗戦が開催されると思うので、その時にはリベンジをしてほしいですね。そしてマッチプレーといえば、5月24日から開催されるバンクオブホープ LPGA マッチプレーに古江彩佳選手が出場予定となっています。昨年2022年には決勝まで進み、惜しくも決勝では敗れてしまいましたが、2位という結果を出しています。今回のインターナショナルクラウンのリベンジを果たすべく、古江彩佳選手には LPGA マッチプレーで活躍をしていってほしいです。はい、今回はインターナショナルクラウン3日目の結果について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。